ーム上に赤道車といっても2020年に引退した赤道車のこの二扉車が保存されている UR 向川団地であります。今いるところが芝生の広場になっていて、こちらが芝生の広場なんですが、その向かいにバス停があって UR の高層住宅、超高層があり、向川団地というこの駅番があります。今はこちらは集会所として使われていて、まあ、この UR のコミュニティスペースとして使われているんですけれども、この場所に来るとまさか駅の方に来ているような感じがしてくるんですよね。まあ、以前はかつてシュローで塗られている状態でご覧いただけなかったんですが、まあ、久々にこの向川団地にやってきたということで、このような、まあ、先頭部分ではあるんですけれども保存されている様子をご覧いただいています。向川団地前駅にもあるんですけれども、こちらにもこのように赤道車をモチーフにした自販機が置かれていて、今は動いていないんですけれども、鐘を入れるとその当時の放送が流れるということなんですね。胴体保存されている7890系の赤道車を後にして、こちらが向川団地中央のバス停なんですが、実は乗り場の方が2つ分かれているんですけれども、一番乗り場の方が6時から9時まで3時間運用されるバス停になっていて、9時以降は2番乗り場から発車していくんですね。そして向かい側にはメルカード向こう側の商業施設があって、その中にマクドなども入っているんですが、2階にはその当時使われていた改札機が置かれているんですね。大変雨が降りしきる中ではあるんですが、ここは阪神バスは使わずに、まあ、何せ防空動画のものですから、向川団地中央のバス停を過ぎていって、まずは北寄りへ。今歩いてきたこちらが小袖線になっていて、まあ、そこから鳴尾浜方面へとつながっているわけなんですが、北の方に行くと鳴尾向川女子前駅方面へというところなんですけれども、ここは信号を渡って東寄りへ、向川団地前駅方面へと向かいます。向かって右手には西宮市立鳴尾南中学校が見えてきて、この辺りは歩道の幅が、まあ、左側の方は一般的なんですが、右手の方はこのような木が植えられているところを挟んで2つあるんですね。そして鳴尾南中学校バス停に差し掛かってきて、付近にはコンビニとダイフォートのドラッグストアがあります。鳴尾南中学校の道中で左に曲がってきたんですが、紙と夢がちなんですが、正式には上田中町と言います。くねくねとした住宅地を北寄りに進んでいくと、このように上田公園が見えてくることになります。今日雨が降りしきっていて足元が大変悪くなっていますので、公園の中にも入ることはしませんが、向かって右手の方には集会所があって、そして神社もあるようなんですね。北側のところに遊具があって、コンビ遊具と波のような遊具などがあって、そしてこのように真ん中にはゲートのようなものがあるんですね。上田公園を見る形で右に行きたかったんですが、男性の方がちょっと怖い目で行かれてしまいますので、そこは避けて左に行くこととし、右手に上田交番が見えてきて、再び北寄りに向かいます。そうすると中川橋の方へと差し掛かってきました。その下には小さな川が流れていて、東西に流れているんですが、その橋の間、このように学校があるんですけれども、西宮市立鳴尾東小学校のこちらがプール棟なんですね。
そして本校の建物がこちらというところで、道路を挟んで鳴尾東小学校がつながっているんですね。ここは鳴尾東小学校を左に見る形で右に曲がってきて、ここから笠谷町へと入ってきます。そして左の方に目を向けると北東側になるんですが、このように電波塔があるんですね。東の方に進んでいくと境橋に差し掛かってきます。今回はこの境橋は渡らずに左へ曲がっていくんですが、ここから鳴尾新川筋の方を北へと向かいます。左手に電波塔が立つ建物周辺を行っていたんですが、ここで右に曲がってきて本田橋へ、その先に行くと向川駅方面なんですが、ここは行かずにここで右の方へと曲がってきて、その先橋があるんですが、そこで天ヶ崎へと入ることになります。そして向かって右手には東鳴尾児童遊園があるんですが、こちらには広場のようなものしかなく、遊具類の方は置かれていないんですね。このような半 L 字の小さな砂場があるんですけれども、ベンチの方が一つ付けられている程度となっています。ファミリーマート東鳴尾一丁目店前にあたる東鳴尾町交差点を過ぎていって東へ向かいますが、ここから登ってきて橋を渡ります。ここで向こう側を渡ってきます。西宮から天ヶ崎へと入っていくんですが、その南部橋を渡っていくんですけれども、今は北側しかかかっていないんですけれども、南側の方はもうすでに取り壊されていて、北側の方に一本化されているんですね。まもなく南部橋を渡り終えて東詰め、西宮から天ヶ崎へと入ってきて、ここから東に行くと本浜緑地となります。本浜町4丁目交差点の信号を渡り、南部橋を渡って天ヶ崎市は本浜町の方へと入ってきました。そしてこの辺りは事業所が立ち並ぶ一角が右手に、そして一戸建てが立ち並ぶ住宅地が左手になっていて、まもなく本浜町5丁目交差点に差し掛かります。まもなく交差点に差し掛かってくるんですが、そこから左右に曲がると県道192号になって、右に行くと天ヶ崎の森中央緑地まで2キロ、そしてその先の天ヶ崎港になります。一方で左に行くと国道43号へとつながってきて、本浜の交差点へ、いわゆる天保線へと差し掛かることになります。そして直進して左斜めに進むと西長洲方面になります。ここは本浜交差点の信号は渡らずに左へと曲がり、右手にフィッシングマックス向こう側店、そして左手にはほっかほっか亭の弁当店があるんですが、そこを天保線を北に進みます。すぐさま本浜町2丁目南の交差点の信号を渡ってきて、ここは国道43号はまだ向かわずに本浜緑地へと向かいます。左手に本浜緑地が見えてきました。雨が降る本浜緑地ではあるんですが、ここは中へと入っていきます。南西側から入ると芝生の広場が目に映ってきて、夏場になるとジャブジャブ池が一般に開放されます。ここで阪神高速3号神戸線と国道43号へと差し掛かってきます。その手前には本浜公園が連なっていて、東西に連なっているんですが、遊具類は西側にあって、ツインの滑り台とブランコ、そして東側はこのように待合場所になっているんですね。緑川の交差点にあたります。その下が国道43号になっていて、阪神高速3号神戸線の高架下の屋根に沿って、ここは雨に当たらないところになっているんですが、そこをくぐってきてボートレース天ヶ崎へ向かいます。こちらが王将向こう線になっていて、その先阪神本線の高架下になるんですが、
向かって左側が祇園橋緑地になっていて、これよりベンチが置かれているところがあります。そしてその先右に行くと同意神社という文字があるんですが、少し同意神社を紹介してボートレース尼崎に行きたいと思っているんですけれども、向かって左手が正面になります。そして阪神本線の高架をくぐってきた右手にスタンドが見えてきて、ボートレース尼崎となります。ボートレース尼崎に着きました。まあ、1レースだけ楽しんだんですが、外れというところで速やかに帰るということになるんですが、そしてこの後阪急塚口行きのファンバスに乗ってきたんですが、まあ、乗ったのが私一人ということでここまで来てしまいました。ここで結果を紹介することになります。今回は向川団地の赤同社広場から東成尾のところで南部橋を渡ってきて尼崎センタープールまで、時間にして1時間42秒のロングウォーク、距離にして 4.88 キロ、6297歩、281キロカロリー。国道43号沿いの方は進まずに、まあ、東成尾のところで東の方へと曲がってきて元浜緑地の西側を通って、そして尼崎ボートレース場の西口のところでというところだったんですけれども、まあ、それでも距離の方が5キロ近くあって、まあ、そこから西口から入ってくるところの入り口までが遠く感じてですね、まあ、100円のゲート式にはなってるんですけども、近くには駐車場があって、まあ、車で来られる方も多かったんですけれども、尼崎ボートレース場では2024年6月に ST レースが予定されていて、そして年度末にはダイヤモンドカップも予定されているということであります。ということで今回の動画はこちらまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。